ドーップ代わりです。はい、じゃあ皆さん一緒にスニーカーをホッスルホッスル。はい、ということでね、始まりました。はい、ということで、今回紹介するスニーカーはこちらです。バーンバーンブーン、グリフィーマックスです。はい、こちらは2011年のモデルになりますね。皆さんね、知ってる方も多いと思いますがね、こちらは、グリフィーマックスです。なんでこれを紹介したかと言いますと、このねスニーカーがね、当時、僕がね、スニーカーに目覚めた頃ぐらいに発売された中の一足のスニーカーで、で最近、昨日かな、今日だっけ、昨日だ、エアバラージっていう、スニーカーが、スニーカーズで発売されたんですけど、まあね、昔ね、どうやらエアバラージって言ってたらしいっていう説もあって、一応ね、今回バラージっていう形で発売してたんで、バラージで通させてもらうんですけど、そちらが発売して、で、すげえあれかっこいいんですよ。なんかね、ごつくて、アウトソールのね、なんかエアーっていうのがすげえごつくて、めちゃくちゃかっこよくて、で、本体もすげえごつくてかっこよかったんですよ。で、欲しかった正直。でもね、俺はね、このグリフィーマックスを、実はね、中古でね、最近見つけて買ってしまってたんですよ。まあ、普通ぐらいですかね。ちょっと、埃かぶってるけど若干。でも全然、悪くない状態で、履けるぐらいの状態で。で、僕ね、このごつい系の靴を、これと、あと、なんだっけな、あれだよ。あれ持ってたんですよ。そうだ、ダイヤモンドターフだ。なので、大丈夫かなと思ってね、僕は今回我慢したんですけど、でもあれは確かにかっこいい、バラージは。このグリフィーマックスの方が僕的にね、ちょっとね、結構思い入れというか、当時ね、僕履けなかったというか、欲しかったし、ここに、スーシュが入るのも結構当時としては僕は斬新だったと思います。あの時ぐらいからか、多分ここら辺にスーシュ入ったりとか、スーシュの位置がちょっと面白い位置に入り始めてたような印象で、で、あとこの色、この緑、グリフィーマックスといったらもうこの色なんですよ、俺の中で。もう間違いないんですよ。もう緑と黒、もうグリフィーマックスなんですよ。これもね、一回復刻してて、おそらく、2011年に。で、その時に結構いろんな色というか何色か、から展開はあったと思います。なんか野球選手のトレーニングシューズ、このケン・グリフィー・ジュニアでしたっけ、なんかそのトレーニングシューズだから、ちょっと、なんだろう、ゴツゴツしてる。トレッキングシューズ風味なんじゃないかな。僕はこれかっこいいと思ってて。ただね、このグリフィー・ジュニア、グリフィー・マックスあるあるなんだけど、ここのプリントがめっちゃ剥げる。すごいかっこいいでしょ。これインパクト大ですよね。ぜひね、なんかごついスニーカー探してる人、グリフィーマックスをおすすめします。で、結構これ中古とかだと、安く出てるんですよ。それもある。僕多分ね、5000円とか6000円ぐらいで買ったんですよ。そう、それで、安かったってのを思って買ったんで、これすごいおすすめです。一応ね、履いてる映像もあるんでご覧ください。はい、どうぞ。その当時の欲しかったモデルをやっぱりね、今こう買ってる感じなんで、やっぱりね、そういうスニーカーから買ってきたね、最近のモデルとこう比べた時に、確かに最近のモデルはいいんだけど、やっぱりね、なんだかんだ当時欲しかったやつが一番欲しくなってきてる感があってね、そんなのもあってね、だからこうグリフィーマックスとか、その当時のスニーカーを履いてる若者とか見ると、もう興奮しますよね。君、それ知ってるの?みたいな。その靴知ってる?みたいな。当時ね、流行ったんだよって。雑誌とかにすげえ出てたんだよっていうぐらいの、ね、雑誌に載ってすげえ興奮した一足だよって言いたくなるけど、あんまね、急にこう近づいてね、熱く語られてもちょっと惹かれるぐらいになってしまう。惹かれてしまうんで。何にももうしれっと見たりするけど、やっぱりね、オリジナルカラーっていうのが僕はね、こだわりを持ちたいっていうか、持ってるんすよね。なんか気になっちゃうっすよね。復刻から始まったカラーのやつとかを買っても、なんかしっくり来ないんですよね。やっぱオリジナルカラーかなっていう思ったりするやつも、あったりしますよね。はい。ということで、今回は、グリフィーマックスを紹介いたしました。以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。そして、今回の動画がマジ鬼ドープだったんじゃないかなー感だったら、ぜひ、グッドボタンお願いします。以上です。どう